今回は負けヒロインが多すぎる第12話に対するリアタイ民の反応を紹介していきます。最終回にして原作者監修のオリジナル回、先週が実質最終回なので今週はエクストラステージ。急にどうした？せやで。そりゃ可愛いだろ。やなみ可愛いよ。やなみ、お前は可愛いラッコだよ。開幕いつもの怪談議論。クソデカため息。ため息ばっか。ツッコミ待ちだ。自慢話か。すごくめんどくさそうなぬくみずくん。なんかもちもちしてないやなみさん。ああ、そんなのもあったなぁ。それ生きてたんだ。綾野は、貸せないでしょ。原作ではどこか彼方に行ってる話なのに。やなみさん、それすべて事実なんだよ。狙い目、まあ。彼氏作るチャンスじゃん。でも餌代が月々数万かかるから、やなみさんを買うのはちゃんと責任取れないとダメだよ。マジで知ったこっちゃねえ。その男連中から選べばいいじゃない。やなみ、もう誘い待ちしてるの、そういうとこやぞ。端で。力強。端でつまむな。西川くん出しにされてる。西川くんの名前を出したのにぬっくんは嫉妬してくれないね。左手でそんなにつかめるんだ。端で挟んでるだけでそんな拘束力あるのかよ。弱みを握られたか。お前部室に何隠してん。何のラノベと漫画なんですかね。ラノベぐらいええやろ。部屋にあんなタペストリー飾っといて。果樹に見られるとヤバいやつだろうか。エロ系ラノベか、ぬっくん。着払いはマジでええや。弱み握られちゃった。結局ぬっくんにやらせることになるのか。今回だけだぞは今回だけじゃないやつ。やなみさんの弱みの見つけ方がガチよ。やなみさんそういうところだぞ。部室に隠してるラノベ、それ多分妹もの。通常オープニング来ねえ。ぼっちぼろ丸未遂。偽彼氏計画、直球。偽恋ですね。負けヒロイン勢揃い。文芸部で会議されてる。秘密広がってて草。情報は共有ほうれん草。デリカシーないってお前が言うのか。偽彼氏頼む方が、デリカシーないだろ。また匂わせかよ。3対1はきついね。この際、焼き塩さんに断層してもらった方がマシなのでは。なんか逆にややこしくならない？ぬくみずくん字がうまい。死ね。ひどい言われようだ。なぜか株の下がるぬっくん。こまりちゃんの死ね助かる。アホ毛がハテナマークに。大人のデート、とは。よっしゃホテル行くぞー。ウィンクして許されることやないぞ。やなみさん、こいつかわいいな。人任せすぎるだろ。あ、お相手はぬっくんでいいのね。つまりぬっくんと大人のデートしたいと。婚活はフィジカル。アルチュー先生。何の話だよ。この先生いつも酔っ払ってるな。先生授業の時は飲まないでください。急に連絡してくる同級生はネズミ校だよ。そういうとこかな。それでええんか先生。教師までこうなのはさすがに負けヒロインが多すぎるわ。行き遅れの女性教師ももうテンプレだよな。こいつら、イチャイチャしてる。学校で何やってるんだ。意味深なトイレの案内。放送できなくなる。R18 すぎる。世紀末な外。この不穏な雰囲気は。学校暮らし。へ。屍系ギャルだ。背景色だけで誰が出てくるかもう分かってしまう。血塗られた刃物はまずいですよ。あ、やめてきたんか？生首かな？埋めてきたんですか、式屋先輩。シンプルに怖すぎるだろ。日暮らしかな？むすかり埋めてた。紛らわしい。怖いわ。液体肥料はそうはならんやろ。この袋の飛沫、完全にスクールデイズじゃないか。ティアラちゃん。ティアラちゃんいっつもキレてんな。今さらそれ指摘するの？突っ込むの底じゃないのよ。言っちゃった。みんなが言いたかったこと言ってる。それは、そう。リボンそれすぎる。それ1話から思ってた。なんでリボンが4つもついてるのよ、マジで。後ろに保険医が。出たな知女。アンナちゃんは絶対花より団子派だと思う。夜の肉団子、意味深。生徒に何言ってんだよ。肉団子、ダークラザリングかな。ノンホイパーク再び。クールに去るぜ。そういや顧問だったなこの人。聞いてたなこいつ。盗聴器仕事してんな。先生張り込み決める気やろ。ぬっくんのアップかわいい。ノンホイパーク。果樹ちゃん。嗅覚鋭い妹。物音も立てず背後に忍び寄る妹。あのデカぬいぐるみ気になるな。ナチュラルに肩に顔乗せてくる果樹ちゃんかわよ。
今の果樹の口可愛すぎるだろ。果樹も来てほしい。またノンホイパーク。2回連続ノンホイパーク。安心安全のノンホイパーク。負けヒロインノンホイパークを押しまくりますねー。キャラ名なんだ。ノンホイパークで大人のデート。ノンホイパークでもいいではないか。大人もこういうとこ行くよ。平均年齢大人、高齢者。大人の休日クラブレベルの大人やんけ。シルバーパスが適用されますので。焼き塩も困りも健全だった。柳さんいつも少数意見。この前来た、メタ。何の心配やねん。後ろは何？キャラリー多すぎない？写真撮られてますよ。もしかして制作チーム？笑い。ロケハンスタッフか？ノンホイパークダイレクトマーケティング。こまりちゃんの、部へ。そういう意味かい。ノンホイは遊園地別料金なのね。今日まさかずっと観光案内するつもりか？本当にノンホイパーク紹介会か？あ、丸なんだ。これは正解なのか？柳ちょろい。1万円だと。経営診察。渋沢栄一だー。渋沢栄一に早くも対応していくアニメ。多分栄一を初めてアニメ化した作品。その栄一どこから出しました？高校生にとっての1万は大金よね。1万円見たことないの？見たことないはないだろ。困り、本当に金がない設定が。新紙幣は見たことないだよな。社会人設定なのか。やなちゃん設定盛りすぎ。社会人が高校生と付き合うとか、その設定まずくない？高校生と付き合う社会人はやばいだろ。こいつまあまあ設定作り上げてきたな。なんか架空の彼氏の設定が丁寧で虚しい。悪くない。こいつら可愛いな。全員ちょろいんだわ。どう紹介するんだよ。イマジナリー彼氏。悲しいなぁ。急に綺麗なボイスが流れ始めてきた。写真写りいいな 4K 女。すげえ右ムル先生のエッポチアングルだ。顔はいい女。写真すげえ作画だ。マケインカメラ素材が多すぎる。見えない設定が深い。お前しか写ってねえじゃん。ただのアイドルの写真集みたいになってるだけやん。まあ自分は写らない男は多そうだし、いけそうではある。男の手写さんでいいんか？てかナチュラルにぬっくんとデートしてるじゃねえかこいつ。もはやぬく水が彼氏。柳の彼女という存在しない記憶が流れ込んでくる。柳さん普通にご満悦で草。なんかボディタッチしてくる柳さー。後ろから見るとそれっぽく見える。ときめかず。まひってしまったか。悲しいなー。大人になるって悲しいことなの。ラッコだしなー。串刺しって言うな。メリーゴーランドのことを馬を串刺しにするというの初めて見た。串刺しなのはそう。これが知るってことなのかな。ぬくみず、お前は知りすぎた。回すんじゃねえぞ。回すなよ、絶対回すなよ。フリじゃないわ、もうフリだろ。ヒロイン一人一人とちゃんと怠慢会話発生して偉すぎる。結局三人とデートしてる状態になるんだな。回した。フリだった。案の定。ボケツ掘ったぬっくん。やっぱりいた。果樹ちゃんついてきてる。またつけてる。しっかりストーキングしてる果樹。ゴンちゃん付き合いいいなぁ。この実前、怖すぎる。運命って電子的なやつ？大丈夫？物理的にスマホに何か仕込まれてる。もしかして GPS 機能でストーキングですか？自然史博物館来たー。ノンホイパークの博物館ちゃん。このアニメ博物館行きがち。博物館デートは全然ありだと思う。知性と教養。やめろや、キシオちゃん。それ綾野くんやん。外資系エリート。設定増えてる。だんだん彼氏設定があれっぽくなってない？外資系で働くエリートが JK と付き合ってたら社会的に終わるわ。トリケラトプスだー。怪獣の骨？実写っぽい。わかってる、わかってない。怪獣と恐竜は別なんだよなー。美味しそうな生き物？それもあるんかい。水族館で美味しそうって言いそうだもんな、柳さん。エディアからに注目するとは見る目ありますな。子孫を残せなかった。絶滅。マケイン。ぬっくんそこ読まなくていいよ。そういうとこだよ、ぬくみずくん。なんだその顔。表情硬い。笑顔がぎこちない。こんなもんかって。顔出してよいんか？ぬくみずち。ぬっくんゼロにされる。消しゴムマジックでぬっくんを消しちゃうのさ。ひどい。もうぬっくんでいいんじゃないかな。お似合いだよ。カバではない。それはゾウですよ、柳さん。楽しそうだなこいつ。リモート操作？へ。こっぱー。
この妹一線を越えてないか？しっかりファイル共有されてて草。スマホ完全にリモートされてる。マケインカメラかな？怖い。ぬくみずくんのスマホの電池爆速でなくなりそう。ゴンちゃん天才。コロポックル果樹。AR キャラみたいだ。親友もやべえな果樹ちゃん。最終話でも食べるやなみ。また二刀流してる。ただ食いたいだけだろ。食わせとけば解決。ぬくみずの本気は屋台飯。外資系のマケイン。マケインとは？外資系のマケイン。今日はどうかな？あなたがマケインです。タイトル回収。このアニメのタイトルだよ。君の目の前の人のことだよ。マーケットインフラ。そうだね、すごいねマケインは。お金持ちなのにファミレス、高校生の想像の限界か。柳さん、外資系のお金持ちの彼氏が高校生女子と付き合うなんてもうあれだよ。マッキンゼイって言いたかったんやろな。あんがおかしい。肉巻きにたこ焼き刺すのか。たこ焼きを串焼きに刺すな。ときめかないんかい。合宿の時はあんに700円とか言ってたのに、もうときめかなくなっちゃったんだね。マジ、鈴広の唐揚げ。あ、戻れやなみさん。うわ、こいつら何やってんだ。何その食べ方。おかしいだろ。往来で何やってるんだ。この絵面大丈夫か？それやるの片方だけでいいんだよ。脳を破壊されてて草。違わないぞ。何が違うのか言ってみ。キスよりまずいだろ。ちょっとしたスリルって、何？この二人やべえな。こいつらの倫理観おかしいよ。もうこいつらエロゲに隔離しろ。そりゃそんな顔になるわ。先生も監視中。お前の仕業かい。どこから見てんだよ。はめやがったな。先生いろんな人に配ってたのかよ。そんな中千早と綾野だけは見事に回避していた。キラーン。察しが良い。危機回避能力。ナイス判断。さすがに浅雲さんは賢かった。やっぱり反射同士察し合えるものがあるんだな。仮面ライダーとプリキュアなかった？まあ、あれはひどいな。あれに関しては同感です。柳さんが珍しく正論言ってる。公女養族だよ柳さん。死ねしか言ってない。こまりちゃんの死ね、かわいい。三人ともうまいやな。持ち帰るお菓子の量が多すぎる。妄想がどんどん広がる。すんごいキメラができてしまった。うちに秘めたヤバさ隠してるなそいつ。本物売ったことあるとか匂わせをこじらせすぎてるな。アメリカもニューヨークも同じだが。ハワイで撃てるぞ。豊橋、海外。ぬっくんをなんだと思ってるんだよこのラッコは。だんだん設定にあらが。設定盛りすぎてわけわからんことになっとるわらわら。最初の方の設定忘れてそう。レッサー。シェアハウス？女？あ。チラついてるぞ。おいなんかホラー演出になってんぞ。チラついてる、8K がチラついてる。でかい。うわあ。寝取られじゃねえか。ブワギだよ。自分から地雷原に突っ込んでいったぞ。自傷行為やめろ。なんで想像でも負けヒロインなんだよ。これが脳を破壊された女の想像力か。負け癖ついてますねこれは。リモート操作切断。果樹ちゃんもすごい顔に。電波の届かないところ。何を想像してるんだ果樹ちゃん。ロリオバ。考えすぎやろ。充電切れでした。リモートで通信多かったからね。怪しげなアプリに電池をバカ食いされてしまったぬくみずくんのスマホ。観覧車で二人っきり。しれっと観覧車デートじゃね？四人で来てるのに自然と二人になってるのはずるいすな。観覧車、何も起きないわけはなく。死んだ目なのか憂いなのか。無理に恋人を作るどころか捏造しようとしてるけど？ぬくみずくん理想論喋るね。そういうこと言っていると障害一人だぜ。言葉が重い。かな？かな？あれ？日暮らし泣いてる？おやおや。今はもうかなり面倒なのでは？観覧車でやらしい雰囲気に。観覧車マジック？おっと？ネイルもリップも頑張ってるよね柳さん。これは？うおうおう。青春の香り。この人やばいよ。中高図。キスしてるように見える。おい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 。おいそれはもう付き合ってるだろそんなんもう。なんだ天夏先生も隣にいたのね。チャレンジってなんだよ視聴者の感想。担任の先生がまともなこと言った。トラウマ発動。10年前のあの時。10年前何あった？なんだこの柳さんかわいいな。今キスしたのか、多分してないかな？したのかい、してないのかい、どっちなんだい。
何もなかったよな。何があったか二人だけか知っている。圧倒的事実すぎる。まだ食うのかわらわら。やけ食いならいつもしとるやろがい。クソデカボイス。集中線入れてまで。ダメそう。美味しいから大丈夫だよ。カロリーメーターの桁足りる？お米券。お米券とかやーかよ。お米券を持ってる女子高生。なんでお米券しか入ってないんだよ。ないやんけ。こいつまた借金すんのかよ。1万使った？使いすぎだよ。借金から始まった物語で借金で落ち着けるのうまいな。弁当会復活するの？じい。二人はいぶかしんだ。じとめかわよ。しれっと二人で観覧車はくっそ抜けがけよな。何してたのか教えてくれよ。おらはけよ。焼き塩も困りも抜けがけは許さないんだな。最後は四人で仲良く乗り直します。尊厳破壊。ちょ言い方。困りの死ね助かる。困り今回死ねばっか言ってる。ここでオープニング来たあ。最後の強がるガールの時間だあ。最終回でオープニングがエンディングになるタイプのアニメー。うおおお、柳アンナ。うわぁ作画が良すぎる。4K 美少女大笑顔すぎるハー美少女。最終回も作画カロリーの高い女、柳アンナ。おいおいおい、メインヒロインはやっぱり柳アンナなのか？柳ちゃんあざとい。そういうとこだよ柳さん。いい最終回だった。いいいや嬉しすぎだろこの最終回。いい締め方だ。夏メロでなくオープニング曲で締めか。強がるガールは最強なんだよな。映像は前話振り返りでお送りします。名場面回想エンディング。エンディングで振り返るだけで紆余曲折あった感がすごい。最終話でオープニングのフルバーをエンディングに持ってくるタイプ。オタクは2番に弱い。ちくわエンド。最後ちくわで締める女。やっぱりちくわだよな。最後ちくわはわかりすぎてる。終わり。終わっちゃった。エンドカードかい。エンドカットでもなんか頬張ってる柳さん。草楽しかったー。ありがとう最高の作品でした。2期の予告はないんですか？原作勢には特に嬉しい回だったな。最後までハイクオリティで走り切ったな。 AD の編集素晴らしかった。そういうとこだよぬくみずくん。最後にラッコ成分大量摂取できてよかった。なんとなく見ていたけど面白かった。ヒロインズが本当にかわいそうで可愛かった。2期が来るのを待ち望む。 A1 の本気を見た気がする。最後までよかった2期やってほしいな。こういう作品こそ2期が見たい。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。